溶化、パラジウム溶樹度は、パラジウムと要素からなる無機化合物で、化学式はプディ2である。塩化パラジウムほど一般的ではないが市販されており、パラジウム化学の出発点の一つとなっている。かつては溶化パラジウムとして沈殿させることにより、サンプル中のパラジウム量を重量測定で決定していた。塩化物や中化物と異なり、 溶化パラジウムは過剰量の要素にそれほど溶解しない。溶化、パラジウム自体は水に不要であるが、過剰量の要素が存在すれば、プ不四42アニオンを形成するため、溶解する。溶液中では、いくつかの有機反応の触媒として働く。B.MISH, F.E.D.L., J., Determination of Paradium by Means of Potassium, インダストリアル エンジニアリング・ケミストリー・アナリティカル・エディション10・697・ドイ・ 10.1021AC5128A015 ・ガブリエレ・バルトロー・サレルノ・ジュゼッペ・パラディウム・ヨージド・エンサイクロペディア・オブ・リエージェンツ・フォー・オーガニック・シンセシス・ドイ・ 10.1002-047084289-XRN00658 ISBN 9780470842898、https コロンスラッシュスラッシュ onlinelibrary.yd.com スラッシュトイスラッシュアブスラッシュ10.1002スラッシュ 047084289x.rn006582021 年3月26日閲覧ありがとうございます。